もう本性これは麻布十番在住の少々奇抜な男女の生態記録である。今回のお相手ジョージは品のいい大人の色気を醸し出す男だった。週に一度鎌倉か、千葉にサーフィンに行きます。だからちょっと中年太り防止にはなります。仕事ですか？まあフリーみたいなもんです。ジョージはもともと戦略系コンサルティングファーム勤めのエリートであったが、今では不動産投資を主とした会社を経営していると教えてくれた。都内の高級住宅地を選び放題であろうジョージ、あえてこの街を選んだ理由は何だろうか。新婚の時は六本木に住んでたんですよ。常々温状態っていう街にちょっと疲れちゃいました。親しみやすいのどかさと港区独特の上品さが絶妙に共存している。ジョージはそんな雰囲気をこよなく愛しているという。そして何よりも麻布十番は B 級グルメから日本を代表する高級レストランも豊富な美食の街。とにかく十番はうまい店が多いんですよ。篠田、桂浜、瀬良田なんかは、ビジネスの会食とかデートにも使えますし、別に変なことはしないですよ。相手の女性も僕のことをおじさんとしか思ってないですから。ジョージ曰く、美味しいものを食べ、彼女たちの仕事の相談や彼氏の悩みを聞く。しかし奥様は若い女とデートをする夫に不快感は持たないのだろうか。妻は僕も全く興味がないんですよ。その苦笑いの裏には彼の誤算エピソードがあった。5年くらい前かな、僕はサラリーマンでかなり激務だったんですけど、専業主婦だった妻は暇だったんで、だから犬を飼ってあげたんですよ。そしたらびっくりですよ。犬に全部妻の愛情持ってかれちゃいました。妻を取られた敵ですけど、僕も犬は可愛いですし、特に不満は別にないです。実はここだけの話、少しツンケンしている綺麗な若い女の子と話していると、昔の妻を思い出すんですよね。ジョージが最後に見せてくれたのは、これまでの余裕とは異なるちょっぴり切なく可愛らしい愛妻家の顔だった。